草薙部とは古代日本の職業部の一つで、日祭り部とも表記する。日本初期巻二0に私部と同時に設置されたとあり、太陽崇拝の行事に関係のある宗教的な品目と推定されているが、その性格、機能については諸説ある。伊勢西宮にあてた明大的な部とも言われている。宮廷の太陽神祭祀に奉仕する大日祭りとねり、 草薙どねりの使用のために置かれたと推定され、それらは仁義官の前進をなす、両性以前の監視の下に置かれたものと思われる。中央に、友の宮津子の死として、草薙連、地方では、国造級の豪族草薙武士家が統括を行っており、下佐国海上軍の国造家には、長田の日報武士家という詩も存在した。日報の内容は、 伊勢ジングルにおける日より真時から推定されるように、稲をはじめとする農作に適した順調な天候を太陽神に祈願するものだったと推定されている。アマテラス大臣が太陽神とされるところからも、古代王権と太陽信仰は密接な関係にあり、宮廷祭祀構の形成の過程として注目されている。草薙部は中央の山和国。 山城国のほか、越前国、飛騨国、筑後国、武前国、肥後国、武蔵国、カ和佐国、下佐国、土佐国などの諸国に分布しており、東北、関東、四国、九州といった辺境に分布している。ありがとうございます。